まして、まあ大体9時間ぐらいですね。まああと九州からもう一回ソウルに行ってウズベキスタンに行くこともありますけれど、こっちはまあ直行便ですね。まあちょっと食べ物ですね、まあ昼過ぎてるんですけれども、まあ、これがですねウズベキスタンの伝統的な食べ物の、まあ、何個ぐらいかちょっと記してるんですね。これが一番上の方ですね、左に。マッテって言うんですね。これなんか日本の食べ物に何かが似てますかね。餃子ですね。はい。これ実はですね、まあ餃子は日本の餃子って言ったのは中国でもあるんですけど、ちょっと小さいなんですけど、これが簡単に言えば多分ちょっとシューマイっていうかですね、シューマイに似てる感じで、まあやっぱり何て言うんですか、中にですね、いろいろ合わせるんです。